はい、皆さんこんにちは。メタアップスターズターザンマオゾーです。そしておタイガー桜井です。どうもメモです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。ということで今日はチンリスさん重心化会おめでとうございます。はい、大人気チンギスハン。はい、来ましたね。来ました。はい、はい、もう今回すごかったですね。あの3体重心がね、重心がね、バシャってね、はい、まあ、シャラクコムともしましたけれども、うん、岡野さんも帰ってきました。はい、はい、ということでダメを超ダメを魔法陣、はい、二属体制 M にコネクトスキルで超重力と、そして毒キラー EL。 おお、おめでとうございます。重心化からのね、大きな変更点としてパワー型に変更されております。もうスピード型でしたよね。変わり果てちゃったじゃん、はいはい、ですね、昔の神化誰も使ってないやつね、うん、誰も使ってないやつだったと思うんですけど、うん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 、でストライクショットも、神化ベースの、激しく貫くやつですね。まあ竹見和下から見えるみたいな、はい、はい、ストライクショットになっております。そしてあのエナジーソードとクロス爆撃。おー、まさかのやつが2つつきましたね。はい、チンギスハンだからね、なんでしょうね、エナジーソードから。チンギスハンだからなのかな。まああの、はい、クロス爆撃は私とても評価してるよ、ジャコンボ。はいはいはい、まあ、これドッキラー乗るんで、あ、はいはいはい、まあ、理想火力は本当にマキチョより上っていうところで、3枚乗ればパワーが立たないと思うね。まあこんだけね、やっぱなんか全体的になんか、まあ、このSF の倍率とかも割とドッキリは乗せてあげてねみたいな倍率をしてるので、うん、毒の人と一緒に連れてってあげるといいと思います。はいはい、とりあえず、はい、だからお話しましょう。はい、岡野さん、これなさい。はい、意外と早かった。うん、はい、何してたんですか。2年ぶりよ、2年ぶりの福岡よ。おー、ということで、なんか顔がさっぱりしてますね。確かにどんな変化が。なんか、外そんな時期に変わんねん。なんか、うん、さっぱりしてんな。久々の空気。はい。これ、コネクトスキルがね、まああの、ちょっとあの、めんどくさいというか、はい、もう本当1体しか使えないなってなんですよね。はい、まああのー、はい、線形だからね。ここには書いてないですけれども、同じ線形のキャラが、使っちゃいけない、別の線形のキャラ3体っていうコネクトスキルなので、パワー型1体しか入れられません。はい、悲しいです。あ、出してる出してますね。エナジーソードですね。エナソー出してるね。はい、プルプルしてますね。エナソー毒乗ってますが、おお、あーあ、惜しくも、ああ惜しいですね。やっちゃった。やっぱこのね、ドッキラー EL の人3人も4人も連れてったら強すぎるよっていう。なんかね、回復がな。何ですか。ハーレー X に似てる、似てますね、これと。ね、複数作れていけないということで、さあ、ワイバーン溜まりました。お、ワイバーンで毒。いや、ワイバーンの価値実質上がってると思うんですよね。こいつのおかげで。ワイバーンはちなみに、はい、じゃあ毒を、まあこれレベル3なんですけど、まあ、あの毒の威力ね、あのチンギスさんの倍率かけるためには、まあ、別に威力は関係ないんで、うん、毒状態であればいいんで、レベル1でもいいですね。これを、連れていってあげれば、まあ、好きなタイミングで、うん、毒は絶対かかると、はい、毒ばらまけるので。これ俺わざとちょっと引っかかりますね。はい、俺邪魔な気がしてきました痛い、まあ、あんまり痛くないか。一応ね、リボン磁気配あたりは毒負け、毒負け弱いとして、ね、今回はい、ちょっと漏れてるのがおかしくないんですよ。まあ貴族生だとおすすめというか龍鳳。おお強い強毒キラー EL だこれは。剣もありましたし強い 1.5×3 角してた。と龍鳳オリエンタルトロペダルズ龍鳳とか、はい、ヘングレとか、はい、がいい感じかなと思っております。ね、毒ありがとうございます。ちょっとエナジーソードも使ってもらっていいですかね遠いんだもん遠いだろ、押し込まねえと出ねえだろ。だって単勝なんだよな。押し込まねえ、ほら、あ、押し込んでもダメ。あーこ、ほら、ちょっと伸びた、ちょっと伸びた、ちっちゃい、もう一回、ちょっと伸びる、あ、ちょっと、あーあーいや、伸びたとてなの伸びた、伸びてプルプル、やっぱチンギスハンだから。あ、使えそう使えそう使えそう。
ちょっと今ドッキラ乗ってたよね、多分ね。ドッキラ乗ってた、はい、ドッキラ乗ったら強いっすね。毒ソード強いね、エナジーソードとはいえ、もう感動した。いや、そう、こういうタイミングで例えば、まあ、Y1 打ったら無理やり毒乗せて、あの他の人当たらなくてもいいみたいな、うん、まあちょっと打たなくてもいいんだけど、はい、うん、打ちません。あの SS のためにね、ほっといてもいいと思いますしね。なんか意外と足早いな。ね、超パワー超重力で、259キロとかだっけ、311キロ、過激速か、過激速っす、うん、なんで重力あるところだといいっすね、うん、そんなにスピード気にならない、パワー型の。おー、今ソード、ソード爆撃よ、爆撃爆撃か、うん、身は何がいいですか。なんかあのね、俺遊撃つけたんですけど、ちょっと遊撃ね、いらなかったかもしれない、うん、正直俺は速殺過激一択だと思うんですね、うん、なんかやっぱり、うん、お、友情強いなと思って遊撃行ったんですけど、実際使ってみて、いや、これ違うなって思いました。クロスバゲージ見るとね、遊撃つけたくなるっていうのはね、反射的にね、反射キャラですからね、難しいですよね、うん、これはちょっと弾はね、あの貫通化が微妙なんで、ボスに当てたいですよね。ボスに当てたいです、ね、まだ準備は OK です。倒しちゃいそうなんだよ。倒しいか、強すぎ、強いもん、刺激が、刺激が重いよね、やばいね、さすがに言える。チンギスさんかっこいい。うん、チンギスさんさ、あの図鑑っていうか、あのボックスで見たときさ、うん、水属性なんだよな、パッと見、あ、色合い、そう。ちょっと青いから、うん、確かに、確かにそうだね。結構水だよ、こいつ思ったわ、最初、重心化のとき。毒を巻きたいけど、巻けたら、こいつの方があるか、まあ、ドグマフなね、次のターンでもいいんでね。やっていいすか。ちょ、リボンに当たろうかな。リボン当たろうかな。やっていいすか。何ですか。あ、でもこれまたドグマフにもらって。確かに。あれ、まあ、うん。さすがに当たりますもんね。たまたまだね。ね、爆撃でね、これ、リボンの友情も出ましたね。さすが。これ、終わらすでしょう。終わったな。SS 見てない。いや、まあ次のゲージでね、ボス特化しちゃうんでね、ね、うん、ここちょっとあれですね、 SS には向かないけど、普通に投げて強いっていう、うん、弾壊したいっすね、先に。そうだね、強いやつが殴っちゃうとそれ倒しちゃうから。俺と馬場さんで弾もし壊せたらいいっすけどね。サボッと倒したよ、なんかガチガチガチンってやっちゃうと。確かに、荒く倒さないサボッと倒したよ、結構削れちゃうから。ナイスサラット。あ、なおし、惜しい、惜しいけど、これ結局あのあいつ殴らずに、なんか毒で試練消滅を狙う。弾？ちょっと身をもう思い終末して SS みたいな。はい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 。これ、いや、やれねえかな。弾やれないっすね。あ、やれるかな。弱点特攻で。爆撃はだ、あ、SS？ SS。確かに。ちながら爆撃まで当たれば。いけるかな？一応やってみます？はい、やってみましょう。やってみますか。頑張れ、リボン。さすがに貫通はもう。あ、おー、惜しい。毒いけ、さあ、毒いってんのかも。惜しい。ゲージ以上来た。まあ一旦ここはぬるっとしてもらって、ぬるりと。で、俺はまた毒かける。まあ、Y1 あるんでね、うん、もう確定で処せそう。えっと、間に合うこれ、これ。ん？間に合う、間に合う。3番だったんじゃなかったっけ。うん、やばいね。うん、ミラクルミンあるし。おい、まあ、マジです。あはは、終わった。え、はい、ちょっとこれ大丈夫、小川さんがソード、ソードで倒すから。え、違う、これでミラクルミンしていいよ。うん、
ありがとうございます。じゃあどうぞワープ、ワープでね、ワイバランス確実に毒が何ターン切るぞこれ3あれ大丈夫なんかこのゲージ怖い。倒しそう。おぉーさん、縦貫横ずるうまいな。うまいっすね、これで昨日ね、あのミヤボーが M4 でミラクルビンくれたんでミラクルビン使いたいと思います、ここでお願いします。ここでどのくらいダメージ出るのかと。へいへい。おお、ティアラ硬い。ティアラ硬ちょっとティアラ硬さあ、ドッグキラー乗っております。855万。あー、でもだいぶいいダメージですね、はい、まあ、これあの、対光がついてないですよね、この紋章ね。ついてないっすね、うん、対水だけ、対水耐弱、うん、なんで耐弱分だけでこんなに。なるほど、いう感じです。はい、ということで次は2番いかないやっていきたいと思います。はい、お願いします。久々よ。エナジーソードを振り回していきたいと思います。エナジーソード使ってください。お願い、届いて。おお、短い。遅いね。遅いね。かっこいい。かっこいいね。うん、めっちゃ辛したよな。俺らもエナジーソード使いたいよな。使いたい。どれかどうぞ。大丈夫そうな。これは本当に魅力が詰まった優勝コンボだと思う。いやー、尖りすぎなんですよね。そうだね、こう言ってるけど、まああの本当に密着してるとすごい強いですね。うん、密着してなんか弱点を捉えられたらなんか強いなーってイメージですけど、やっぱ範囲がね、うん、ちょっとあれなんですよ。やっぱり最大まで伸ばしても、うん、画面半分いくかいかないかぐらいですもんね。そう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 。これもチンギスさんこうやって尖ってくれてよかったなって感じかな。そうですね。逆にあっちのスピード型の方だったら本当にライバルが多すぎて。そう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 、一生使わんかった気がするし。ね、重力ダメージほどだってあのラインって、うんうんうん、言うて激戦区じゃないですか。激戦区ですね、やっぱり22億のせいで。そう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 。パスカルとか、まあ最近だったらね、あのなんだっけ、レイジさんとかね。確かに、そう、オールラウンドいますからね。そうそうそう、だからチミさんは逃げた。いいとこ収まったって。そう、なんか逃げてないわ、なんか攻めた。ちゃんとした武器を手に入れて、うんうん、弱点もありつつ、そう、役割を明確化にさす、うん、明確化した、うん、この SS のおかげで。確かに、うん、だからしっかり限定らしいね、スペックになりました。そう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 、えらい。ドッグキラーってやっぱり発動条件緩いですからね。うん、めっちゃ緩い。強いね。パンチ力男らしいね、やっぱりね。いや、ほんと意外と動くんだよな。うんうんうん、パワーを感じさせない。そう、悪くないね。だからこれ SS になんかたまらんの。ちょっとチャージちょっと貯めるか。チャージないか。リボンチャージ持ってそうな顔してんだけど顔してません。本当役としてね。そう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 、ね、こいつチャージ持っててよくない。ちょっと雰囲気ため気味でいきますね。はい、だってもう一周だもんね。むず、雰囲気ため気味。あ、でも横断とかして大丈夫ですよ。横取れ倒さないっす、うん、本当に倒さない、倒さない。クリティカル出なきゃ。新入さんのレーザーじゃ倒さないっす。横でいいの、横上がりとか、ちょっと上がり、上がり弱点外し気味で、ね、ナイス。あ、爆撃強いじゃん。強い。おお。じゃあこのビーズ行きましょうか。で、まあチンギスさん抜けとかでもいいし。はい、で次の一応このハゲツラは雑魚残ってると打ちにくいですからね。そうですね。あれはね、上げてくれた。あげー。あ、いい位置じゃない。よし。いい表情してる。どれ。どれ。嬉しそうですね。よし。
にやり。あ、夫はいい気味なんだ。やべ、うん、夫はいい。毒でしたね。あ、知らないか。まあ、そのままボスインでも別に、うん、小川さんが頑張って、小川さんじゃない、ババゾンさんがね、小川さんがここで倒せば問題ないです、うん、ババゾンさんが次頑張ってもらえれば倒しますよ。はい、ババゾンさんはワイバーン、あれワイバーン打つだけでいい。うん、はい、あ、でも一応なんか周りをねちょっと綺麗にしてもらえるとね、確実かなって。こういうなんかバリア張っててもワイバーンなら、まあ、ここは全体じゃないのか、どの辺の周りバリアは多い。そうっすね、バリアは一応終わってほしいっすね。ツーンってんですか。エナジーソード当たらなくていいの、まあ、横間とかでもいいっすよ、うん、多分倒さないと思います。はい、じゃあ毒入れながら動きます。ナイスワイバーン、な、強い爆撃、うわ爆撃も強い、いいよ、ハゲツラだからいいよ、こいこいこい。さあ2段階目、そこゴーゴーゴー。オッケーオッケーオッケー、超パワーがあれ出ないけどね。あ、そこで持ってっちゃ う、そこで持ってっちゃう。正面で飛ぶんだ。そうか、強すぎる。そこで持ってっちゃう、強すぎる。え、ラスゲじゃん。やばいけどね、これ飛んでる。え、今確実に飛んでますね。弱点はパンだね、うん、完全に。これ、チンギスハンを飛ばしたいですね。そうなるんだね。あ、そっか、それすり抜けゴールですよね。難しい。え、ちょっと待ってよ、ちょっとまあ斜めに打ちますわ。はい、そっから出てくるとサメに当たる。サメ嘘、いいっすね。チンギスさん強いよ。あああおおおお、これで、うん、あいつさせますもんね。あれで確かにエナジーソードでさせる、エナジーソードだけで、うん、でまたって感じよ。いや、4面触れないとダメなんですよ。最高は右上の角らへんですかね、角付近、うん、ブロックだけ気をつけてみたいな。まあでもなんかなんとか早いし、なんとかなると思う。ナイス、いや火力すごいな。おお、3倍だ。あ、強い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 よこれ。はい、うん、いや、すごい違うからなんだね、うん、めっちゃいい SS、はい、まあ、今回ね、あの3体毒入れましたけれども、はい、まあ、もちろんその、なんだろう、1体とかでも全然ね、うん、あの機能するキラーなので、うん、かなり使いやすくなったんじゃないかな、うん、思います。そのやっぱ、あの、何リターンが大きすぎるよね、うん、あの投資に対して。、うん、なんか、いや、アリスアルファみたいな感じでいいっすね。うんうんうん、うん、キラーに頼ってる感じが、はい、やっぱ超重力あるから、まあパワー型だけど結構走れる方みたいな。いやでもこれリアルな使用感だと、これ多分ね、自分のメンツに毒入れないで、うん、マジでワイバン頼りになると思う。多分ワンパンするためだけに入れるから、そこまでなんか接待しなくても、まあ、ワイバン決めとけば、そう、まあ、ワイバンだけ持ってってみたいな感じに俺はなると思うな、こいつマジでだね。もうワンパンのためだけに連れてく竹見和地みたいな使い方に俺はしたいなと思って。なるほどね。いや、なんか道中でもドッキラが言える強いかなと思ったけど、さすがに。ああ、確かに、うん、まあ、なんか道中はなんか他の友情強いやつに手数組んで寄ってみてワッパンみたいな、それはそのなんか難しくないステージでっていうことでね。あ、そう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 、なんか軽油差とか結構最近あるじゃないですか、周回速度上げるためにみたいな、ね、そう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 、出てるチームはね、一体しかいらないからね。もちろん難しいところではね、道中毒入れた方がいいですね、うんうんうん、その22国みたいな感じだったら、ね、そういう使い方が増えそうっていう、うん、ね、まあどっちもできるっていう感じですかな。ということで、チンギスさんね、これ超ダメも乗りますからね、まだね。ねえ、はい、さっきダメを触れてなかったもんね。うん、うん、まあ、いろいろな使い方があると思います。はい、あの、きつい星ではなくなりましたね。はい、ぜひ見てください。良くなりました、良くなりました、頑張りました。はい、それではご視聴ありがとうございました。我々メンバー限定放送とかね、やってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。